この兄貴分ジャンボ鶴田の胸を借りて自分の持てる力を十分に出したいというふうに言っていました石川であります。第10回チャンピオンカーニバル30分日本勝負の公式戦新潟市体育館中盤戦であります。おっとこの辺気合が入っています石川、兄貴分のジャンボ鶴田に平手打ちを見せました石川であります。この辺の気合の入った石川どういうふうにご覧になりますか。まあしかしこの試合はちょっとまあ、石川君が、もう一回行きましたね、もう一回行きましたね、右手からの平手打ちです。石川さあジャンボ鶴田がエキサイトしてまいります。石川がかなり気合が入っております。受けて立つ立場になりますジャンボ鶴田、エルボースマッシュ強烈一発で石川が左の膝をつきました。現在勝ち点12点、この公式戦に勝ちますと単独トップに躍り出ますジャンボ鶴田、ジャンピングにバット石川の左の顔面を捉えました。これはたまりません。石川の表情が崩れます。石川の表情が崩れました。左のこめかみのあたりを捉えましたね。今リングアウトは懸命ですね石川としては。冷静な石川であります。まあ、石川としてはですね、まともに正面から言ったらちょっと勝ち目がないということは自分自身考えているようですね。そうでしょう。それはちょっと難しいですね。まあ、どういったところでゲリラ的な戦いを挑んでまいりますか。石川隆であります。さあジャンボ鶴田の長い足を取りまして逆エビボストンクラブの体勢に入ろうとするところ、ジャンボ鶴田がずっと耐え忍んでおります。この石川の右足がステップオーバー今いたしました。そして石川の120キロのウェイトをジャンボ鶴田の腰のあたりにかけます。この体勢ですとまだ不十分、ジャンボ鶴田の右の腕がお腹の中に入っていますのでこの辺ではまだボストンクラブ決まりませんね。まだ決まりませんね。これでは、まあ、石川としては相手のジャンボ鶴田がですね飛び道具があるだけにこういったグラン